この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。は頑張れ頑張れ、はああとちょっとあとちょっとよいしょ。はーい、到着。ほのかの穏やかな声とともに我が家にたどり着く。お疲れ様、ナオ君。山の上までいつもありがとうね。いや、これも鍛錬の一環だからな。付き合ってくれて助かるよ。軽く乱れた息を整えながら心拍を確認する。うん、ベストには届かないが、なかなか悪くない手応えだ。標高 1000m を超える我が家までこの子を後ろに乗せて自転車を漕ぎ続ける運動はかなりいい鍛錬になる。 1000m、 まあもう少しバラストがあった方が強度を上げられていいんだけど、とはさすがに口が裂けても言えない。でも暑かったでしょ。冷たいお水持ってくるからちょっと休んでて。サンキュー。じゃあちょっと5点号を勝たしてくるわ。うん、すぐに戻ってくるからね。バタバタと小走りで家の中に入っていくこのかの後ろ姿を眺める。さて、冷たい水は嬉しいけど、小休止というにはまだまだ体の追い込みが足りてない。よし、ならばこの丘が着くまで一っ走り裏山を駆け上がってこようか。そう思ったその時、昨日に引き続きまたこの丘のすっとんきょうな声が聞こえてきた。はて、もう豚バラ肉はいらないはずだけど、今度は一体何があったというのだろう。なんだこれ、なんか、なやこれ、すごいな。まさか、このカバンは絶対あれやろ。家に着くなり、俺も驚いた。何せ、目の前に置かれていたのは、なぜにトランク？いわゆる旅行用トランクとでも言うのか、やたらとでかいカバンが、でんと玄関を占領していたのだった。そいつがなんと、でんでんでんと4つもである。しかも何やら随分年季を感じさせる重厚なカバンだ。テレビで空港を映した時によく見られるアルミ製のキャスター付きのスーツケースとは明らかに違う。ともすれば、アンティークのような商社な雰囲気すら感じられる旅行カバン。え？だって、でも、あれやろ。刀の子だったらなんかトランクは似合わんから魔女が来たってこと？なんか蒸気機関車に乗ってそのままお母さんを探しに3000里くらいできそうなカバンだよね。外国人の感性だよな。俺は豪華客船が沈没した時に救命具代わりにできそうなカバンだなって思った。つまりアニメや映画に出てきそうな、それくらい浮世離れした代物ということだ。で、このか、なんでこんなカバンがうちにあるか、わかるか？うん、私も今見つけたところで、びっくりしちゃって。うん、俺もびっくりしたよ。宅配便にしちゃ心当たりがなさすぎる。勝手に置いてかれるん、宅配便だとしたら。うん、伊予さんのものとも思えないし、宅配便だとしても、置きっぱなしってことはないよね。だなぁ。いくら万年無施錠のうちとはいえ、荷物だけ置いていく業者ってのはさすがにいないと思うけど。あとは誰かの私物の可能性だが、そうなるとすでに誰だか訪問者がこの家の中にいるという可能性もあるわけか。もしかして泥棒さんとか。泥棒がわざわざこんな山の上まで大荷物を背負ってくるとは思えないんだけど。それに、我が家に金目のものなんてない。それは間違いなく断言できる。よし、ちょっと家の中で見てくる。
お前は一応ここにいてくれ。大丈夫だと思うが、用心のため俺一人で家の中を確認する。廊下問題なし、今異常なし、実質誰もいない。何これ、何だっけ、残室違う、ここも無人。コノカの部屋特になく、こんな可愛い部屋なんだ。他すべての部屋をくまなくチェックするも、人の姿も気配も皆無だった。どうだった、ええ、やっぱり誰もいない。ますますもってこの荷物の出所がわからなくなったな。あ、もしかして心当たりあるのか。猫さんの恩返しだったりして。そこは百歩譲っても鶴じゃないのか。童話じゃあるまいし、それはさすがにないと思いたい。鶴さんには会ったことないけど、猫さんたちはいつも遠くからめでてるからね。おう、そっか。身を乗り出してフンスと鼻息を荒くするコノカに思わずたじろいでしまう。あれ、風呂とか見てないよね。コノカの猫狂い、もとい猫好きは今に始まったことじゃないか。風呂入ったんじゃない、もしかして。そんなことないか。なんだろう、サンタさんを信じる娘にいるよねと迫られた時の親の気持ちとでも言えばいいのか。まあ恩返しかどうかはさておき、とりあえずここにあっても邪魔だし、一旦どかしちまおう。袖をまくって旅行カバンを持ち上げる。ん、思ったより重い。しかもこの、辺銃でなんか小物みたいなものがたくさん詰め込まれているな。こっちは少し軽い。衣服か何かだろうか。卵の時とは違って中身が複雑でよくわからない。あ、ナオ君、今何か落ちたよ。お、カバンとカバンの間に挟まっていたのであろう紙切れをこのガカテに取る。あらら、やっぱり伝票あったんだ。ちょっと残念。どれどれ、え？なんて、またもこのかが大行に驚く。なんだ、まさか本当に猫の国から届いたとか、そんなオチではあるまいな。ナオ君、これ外国からのお届け物だよ。やっぱりあの魔女か。え、本当か、どっから来たんだ。ユナイテッドキングダムオブグレートブリテンって、イギリスや。イギリスだよ、これイギリスからのお届け物。マジか。外国からの荷物というだけでもびっくりしたけど、まさか日本の反対側からお届け物が来るとは思わなかった。そもそも生まれてから一度も外人さんに、お目にかかったことのない俺たち田舎の子からしたら、黒船来航並みの出来事かもしれん。届け先の住所は、もううちで会ってるみたい。あ、ちょっと待って、他にも何か書いてある。なんだって、まさか食べ物が入ってるとか。これは逆さま禁止のマークだから、天地無用、壊れ物、精密プライベート品により取り扱い厳重注意みたいなことが書いてあるね。なんかちょっと怖い気もするな。それから赤の油性ペンの走り書きで、ネバーオープンイットだって。絶対に開けるの。なんかかなり怖くなってきたな。開けないでくださいではなく、もはや命令調なところが余計に危険さを彷彿させるというか、なんというか。いやー、しかし本気でどうしたもんかな。これ一度宅配元に電話でもしてみるか。あ、もしかして。なんだ、何か分かったのか。こないだ見かけた猫さん、イギリス生まれの貴族さんだったのかも。いや、それはない。結局何も分からずじまいの俺たちだった。あ、そのまま夜に行くんだ。ということは先に荷物が送ってあって、あー、なるほどね、あの箒に乗って魔女が今こっちに向かってる最中ではあるってことか。なるほどね。結局時間も遅くなっていたこともあって、宅配元に電話するのは明日ということになった。
とりあえず例の旅行カバンはまとめて空いている部屋に保管しておいた。そして俺たちは今何をしているのかといえば、夕食を終え鍛錬に汗し、そして風呂にのんびりと浸かった後、心身ともに満足しながら縁側でぼーっと何となしに、夜空を眺めているところだった。アンケートのこと忘れられてる。ちなみに今晩の献立は旬の山菜に、とろろとかつおだし合わせのそうめんに、同じくいただき物の新鮮なマダコのお刺身だった。はあ。暑い夏の盛りにはうなぎと並んで定番かつ最高に贅沢な夕飯と言えるのではないだろうか。正直身に余る思いだけど、それ以上に大変美味しゅうございましたので、素直に余韻を楽しみたいと思います。まる。そんな幸せすぎる夜を静かに堪能する。うん、今晩はかなり涼しいな。山あいからの風が風呂上がりのほてった体を撫でていく。チリンチリンと風鈴の涼しげな音色も手伝って実に心地よい。上鶴の夏は厳しいが、我が家は山の上の方にあるせいか、北町の気温に比べるとその落差も激しかった。こういった夏のある、じゃあ風のある夜は特にそうだ。こうして縁側で佇んでいるとふと夏だということを忘れてしまうくらい。虫たちの鳴き声に耳を傾け、風鈴の音色を楽しみ、ふと豚の陶器からゆらゆらとかすかに立ち上っては、夜空に吸い込まれていく線香の淡い煙を眺める。空には夜を神々しく染め上げる、十夜夜の月、その柔らかな眼差し、眩しさに、わずかに目を細めながら、何をすることもなく、ただぼーっと、天を眺めやる。それは穏やかで雄大で、ともすれば自分の体が世界に溶けていってしまいそうな感覚、錯覚すら覚える。そんな静かな夜だった。いい夜だな。そうつぶやいて麦茶をついとすすると麦の香ばしい、匂いが鼻をくすぐった。唇を湿らす程度にたしなんだ麦茶を盆に戻すと、水滴の浮かんだグラスがパロンと氷を鳴らして涼を歌う。はあ、いいなあ、奈緒くん。おいしそう。今しがたやってきたのか、風呂上がりのこのかがよいしょと俺の横に並んで腰を下ろした。飲むか？飲み残しで悪いけど。まだ冷えてるぞ。ありがとう。じゃあ遠慮なくいただきます。心底美味しそうにコクコクと麦茶を、飲む、このかの、その月明かりに照らされた陶器のように白い喉を眺める。こんな些細な仕草ですら今日はやけに眩しく見えた。これも月の光が見せる夏の風情の一幕なんだろうか。なんて柄にもなく浸っていると。あ、ごめん。ナオくんも飲みたかったよね。あ、もうほとんど飲んじゃったよ。じゃあ私新しく注いでくるね。麦茶でいい？あ、何かつまめるものとか持ってきた方がいいかな。何を勘違いしたのか。ほのかはにぎやかに、わたわたと照れながら慌てて立ち上がろうとする。ふっ。なんで笑うの？夏の情緒とは真逆のほのかのにぎやかしくも、心地いい雰囲気に、つい口元が緩んでしまった。ああ、確かに。風情もいいけど、花より団子。一人で思いに浸るよりも二人で過ごす方がやはり性に合っているみたいだ。そんなにおかしなこと言っちゃったかな。いや、言ってないよ。ただ可愛いなと思っただけだ。そう言ってこのかの頭をクシュクシュと撫でてやる。
か。まだ少しばかり濡れている髪から花のような甘い香りが漂ってくる。こうやってこのかの頭をよしよしと撫でてやったのはいつからだったか。もういい加減子供扱いしちゃ悪いやと思う反面、こうしているとなんだか兄貴らしく思えて、ついつい時を、ついつい、止め時を、やめ時か。ごめんなさいね。やめ時を見失ってしまう。ダメだな。全然その言葉が入ってこん。やっぱこういう硬い言葉って入ってこんな。悪いな。いつまで経っても子供扱いする兄貴で。いいよ。私、こうして奈緒くんに頭撫でてもらうの、好きだから。そんなこと言ってると、いつまで経っても兄離れできなくなるぞ。いいよ。妹離れしてほしくないもの。幸せそうに目を細める。家族にだけ見せてくれる穏やかな表情。ほのかがまたこうして平穏な日常を過ごせるようになったことを俺は心から感謝したい。大丈夫か？ごめんね、平気。今晩は少し冷えるね。ああ、だな。そろそろ上がろう、ほのか。名残惜しいが、湯冷めをしてしまってはよくない。ゆっくりと立ち上がり、ほのかにお休みの挨拶を告げる。それじゃあ、お休み、ほのか。また明日な。なんだ？あのね、呼び止められて返事を待つものの、もじもじちらちらとこちらを恥ずかしそうに伺うばかり。はあ、そういや昨日のこのかもこんな感じだったことを思い出す。そんなこの顔を見ていて、あることに気がついた。それは？枕を持っている。そんな描写なかったやろ。もじもじしている。ということはやっぱり。なるほどな。なるほどな。もじもじしているということはやっぱりってのはトイレやろ？ね。枕を持っているということはもしかして一緒に寝ようってことやんな。なるほどな。もうお兄ちゃんも一緒に寝るしかないやろ。ほのかのその所在投げに縮こまりながら、だけどひどくすがるようにぎゅっと枕を抱きしめる姿を見て、それでようやく鈍感な自分にも理解できた。直也、くれぐれもほのかのことをよろしくお願いします。呼び捨てなんだ。さん付けすると思った。伊予さんって直也さんとほのかさんっていうのやと思った。我が家を出立する前にまっすぐに俺の瞳を見ながら真摯に頭を下げていた伊予さんの姿を思い出す。俺は大バカ者だ。彼女がわざわざそう言い含める以上、そこには必ず意味があるのだと、なぜ今まで気づかなかったのだろうか。伊予さんが家を開けてからもう1週間以上は経つ。その間この子はずっと、ごめんね、ナオくん。引き止めちゃって。おやすみ。また明日ね。そう言って足早に去っていこうとするコノカの胸をぎゅっと引き寄せる。トンとかすかに、トンとかかるかすかな重み。あら素敵。ため息とも戸惑いとも、取れる。短足か。
ため息とも戸惑いの短足とも取れる小さな小さな声が俺の胸の中で過細く漏れる。なんか謝るのはこっちだ、このか。ごめんな、俺兄貴失格だ。もう一度だけこのかの頭をゆっくりと撫でる。だけど今度のはさっきのとは毛色の違うもの。努めて優しく、だけど深い反省と、謝罪を込めて。夜怖かったろ。いつも一緒に寝てくれる伊予さんが家を開けてもう7日以上だもんな。悪い、気がついてやれなくて。なんか素敵だな。このかは暗闇が、特に一人ぼっちで過ごす夜が苦手だ。俺にも少なからず共感できる感覚。それは幼い頃の記憶。夜の病室で味わったあの泣き叫びたくなるほど深い孤独と絶望感から生まれる感情だった。潔癖に切り取られた、真四角の正常な部屋は、だけどひどい圧迫感で。子供の頃の自分にはまるで檻に閉じ込められたのかと錯覚するほどの緊張を強いられた。子供にとって永遠とも思える長い長い一晩の中、痛む体を必死になだめ、なだめすしか、なだめすかしながら、もがき苦しみ、夜が明けるのをただじっと膝を抱えて待つことしかできないあの心細さ。押しつぶされようそうな孤独に耐えながら一人夜を過ごすあの辛さは、きっと経験した者にしかわからないだろう。それをこのかは幼い頃から5年以上にわたって、耐えてきたのだ。我が妹のことながら、ひいき目なしに褒めてやりたいと心から思う。半年足らずの入院生活ですら逃げ出しそうになった俺には、とてもじゃないが真似できることじゃない。だけど、耐えられることと、それがすなわち大丈夫だということは、果たしてイコールにはならない。だからこそ、このかを支えてやるべき俺が、そばにいてやれないで、どうしてこいつの兄貴だなんて偉そうなことが言えるというんだ。あの、なおか、私持ってきたのは枕だけか。なら先に俺の部屋に行って敷いてある布団を、2つ敷けるように直しておいてくれ。俺はお前の部屋に行って布団取ってくるから。いいの？迷惑かけちゃうよ。いいも悪いもないだろ。一緒に寝ることくらい、何の迷惑があるってんだよ。ほら、変なこと言ってないで、さっさと俺の部屋に行って準備をしておいてくれって。申し訳なさそうに、渋るこのかの頭をポンポンとあやし、胸から送り出してやってから、そのままこのかの部屋に向かおうとする。そのすがら、ありがとう、なおくん。ほのかの儚げな、だけどひどく嬉しそうな声が、その背中に柔らかく届いた。窓は風邪をひくといけないから少しだけにしておくか。掛け布団はタオルケットと。なあ、このか、お前夜中に体が冷えるといけないから2枚使うか。おい、このか、聞いてるか。このか、はい。いや、ヒャイじゃなくてタオルケット2枚必要かって聞いたんだけど。どうしたんだ、さっきから敷布団をじーっと眺めて、黙りこくって。なんかおかしなことでもあったか。一個の布団で寝ようよ。うん、じゃなくて、ないよ、問題ないです。タオルケットも1枚で平気。多分、そのきっと
一晩中ずっと熱いままな気がするから。うひょなんて熱を冷ますように自分の頬をパタパタと仰ぐこのか。あて、さっきから顔も赤いし、もしかして湯あたりでもしたのだろうか。だとするなら少しばかり心配だな。大丈夫か？具合が悪いならいつでも言うんだぞ。なんなら夜中でも叩き起こしてくれて構わないんだからな。平気。ちょっとぼーっとしただけだから。まあお前がそう言うならいいけど、一応足元に畳んでおいてやるから、寒くなったら後でかけろよ。うん、ありがとう、ナオくん。おう、じゃあ明かり消すぞ。カシャンカシャンと照明の紐を引いて部屋の明かりを落とす。代わりに寝室を染め上げるのは、あと一夜で深淵になろうという丸いお月様が柔らかな、あと一夜で深淵になろうという丸いお月様の柔らかな明かり。あら、いい夜だな。たまにはこうやって兄弟水入らずで寝転ぶのもいいもんだ。くっそいいな、かわいいな。なあ、このか。このか？おい、なんでそんな布団、そんなタオルケットをかぶって布団の隅っこで寝てんだよ。こっち来いよ、ほら。もっと近くに寄れって、布団から落ちちまうぞ。でも。何遠慮してんだ。で、もしかして俺の寝相の悪さを警戒してるのか？あのな、ガキンチョの時ならいざ知らず、俺だって立派に成長してるんだ。もう昔のようにお前を蹴っ飛ばしたり乗っかったり布団を奪ったりなんかしないって。だからガキンチョの頃から成長しとるんだって。おい、そういえば入院する前まで私ずっとナオ君と一緒だったもんね。えげつねえな、やっぱパツパツやねえか。ボタンでかすぎるしパツパツやねえか。すごいな。考えてみたら一緒に風呂も入ってたもんな。懐かしいね。私、ナオくんに髪の毛洗ってもらってたよね。ああ、泡が目に入るのは嫌だって。だけど目をつむったらままだとうまく洗えないって。昔のこの子は本当不吉祥だったよな。そうだね。私、いつもナオくんに助けてもらってたよね。それが今じゃ俺の方が助けてもらってるもんな。我ながら不甲斐ない兄貴でごめんな。そんなことないよ。ナオ君にはいっぱい助けてもらってるよ。ほら。言って、コノカが俺の瞳をまっすぐに見つめてくる。今だってこんなに私のことを助けてくれてる。こんなの全然大したことないだろ。そんなことない。ナオくんは昔も今も私にとってとっても頼りになる素敵な兄さんだよ。兄さん、久しく聞かなかったその言葉に少しばかり背中がムズムズする。そういえばコノカが兄さんではなくナオくんと言い出したのはいつだっただろうか。だけど頼りになるからいつも甘えちゃって。今日だってナオ君とした三つの約束の一つ破っちゃったなって。あ、思い出した。そうだ、コノカと交わした三つの約束といっても、それは二人の約束というよりもコノカの方が一方的に決めた宣言みたいなもので、そのうちの一つが兄さんと呼ぶことをやめることだったのを思い出す。本当だったらごめんなさいって思わなくちゃいけないのに、それなのに嬉しいって思っちゃう私はきっとナオ君の妹にふさわしくないって。あっ、
前にも言っただろ、兄貴を名乗るにはそれなりに覚悟は必要だけど、妹になるのに覚悟はなんて必要ないんだ。だからふさわしくないとかそんなこと言うな。妹が兄貴に頼るのなんて当然なんだ。そのために俺はお前より早く生まれてきたんだから。ちょびるこのかにぐいっと自分の額を押し付けてぐりぐりとしながら言ってやる。ほほ、まったく少しは立派になったけど、やっぱりまだまだ手のかかる妹だ。早くって言ってもたった1時間の差なのに。たった1時間だけど1時間だ。それでもお前は俺の妹だ。それは未来永劫ずっと変わらない真実だ。理屈になってないのは自分でもわかってる。だけど兄弟なんて理屈でやるものじゃなくて、だから俺は理屈になってないへ理屈で、このかにこのかの兄貴であることを認めさせる。それできっといいんだ。へ理屈が相手なら、理屈で論破などできやしないのだから。もとより理屈なんかで論破されないものこそが兄弟の絆なんだから。うん、そうだね。私、ナオ君の妹だ。ああ、そんなの当然だ。俺はお前の兄弟だからな。兄貴か、兄貴だからな。あは。お互い至近距離でおでこを突きつけ合いながら、どちらともなく一緒に笑い合う。チリンチリンと夜風の風雷も歌う風鈴の、音も合わさって、しばらくの間俺たちの寝室は心地よい臨床に包まれた。なんかさ、俺ちょっと昔のことを思い出した。昔？ああ、あの頃もさ、こうして寝る前に窓を開けて寝っ転がりながら夜空を見つめてた時さ、時妙にドキドキしたなって思い出して、なんていうか部屋にいるのに空が見えていることとかさ、その空は遠くてすごい遠いはずなのに、なんだか夜空の真ん中で寝ているみたいだとか思って、なんだかわけのわからないこと言ってるな俺。うん、わかるよ。私もすごくドキドキした。そっか、うん。でもまあこうして大人になっちまうとさすがにあんまりドキドキしなくなるけどな。けどそれが寂しいかと聞かれたら首を横に振ると思う。だってその代わりにこんなにもゆったりとした幸せに浸れるのだから、これはこれで十分に満足だと思うのだと、昔を懐かしむように淡い月光に目を細めていると、不意に、胸元で猫がグルーミングをするような頬をすり寄せる感触がした。このか、私は今でもすごくドキドキするよ。動画で見たいなこれ、動画で。なんだ、ちょっとは大人びたかなって思ったけど、やっぱりこのかもまだまだ子供だな。でもまあそれはそれで安心したよ。ほのかばっかり大人っぽくなられるとお前に置いていかれやしないかとヒヤヒヤするからな。ううん、違うよ、ナオくん。何が違うんだ？子供だからドキドキするんじゃないの。もう大人になっちゃったからドキドキするんだよ。おほ、なんてこのかはささやくように笑いながら、そんな謎々めいた不思議なことを言う。それってどういう意味だ？さあ、それってどういう意味でしょ？ずるいなあ、ずるいなあ。俺の問いにくすりと大人びた笑いをこぼすこのか。うん。なんだかさっきまでとまるで違う。
このかのやけに落ち着いた感じの態度が少しだけ悔しくて、だから必死に、だけどそうと気づかれないように頭をはたからせるものの、結局いつものように降参する自分がいて、むむむ。それを見透かすように妹なのにまるで姉のような微笑みを浮かべるこのかがいて、二人の間に漂う雰囲気はいつものようにただ穏やかに暖かくて、それは、綿毛のようにふわふわと優しく舞いながら寝室を満たしていく。高三だ、なんか悔しいな、俺兄貴なのに。たまには妹にも優越感を味合わせてほしいな。ね。不意に感じるやけにくすぐったい感覚に身をよじる。ね。とこのかがよく俺に見せる。上目遣いでこっちを見つめるあの仕草。多分このかのその女の子らしい長く綺麗なまつげがパチクリと喉元に触れたのだろう。だからきっと、やけにくすぐったく感じたのはそのせいに違いない。手。え？手握ってやるよ。子供の頃みたいに。このか、こうしないと眠れなかっただろう。だからほら、手貸して。言って少しだけ強引に。よく言えば兄貴らしく。悪く言えば照れくささを、注ぐようにそっとこのかの手を握る。ほんのわずかな春巡の後、けれどこのかがぎゅっと手を握り返してきて。ありがとう、ナオくん。花が芽吹くように柔らかく微笑んだ。なんだか、本当に子供の頃に戻ったみたい。ささやくように、むつむように。ほのかが胸元で言葉を紡ぐたびに、女の子の独特の甘く、そしてほのか特有の花のような香りがスンと鼻腔をくすぐる。それはなぜだか淡い郷愁にも似た懐かしさを、抱かせ、同時に不思議と顔も声も覚えていない母さんのことを思い起こさせた。なおくん。遠くでぼんやりとこのかの声が聞こえる。月明かりの白は緩やかに汗、部屋の輪郭がやけにぼんやりと落ち込んだまぶたの裏に浮かぶ。まるで意識に水彩絵の具をこぼしたように自分の中の何もかもが急速にぼやけて世界と混ざり合う。ああ、そうか。ここは入り口で境目なのか。ここは夢歌方の入り口で、ここはうつつと夢地の境界線。なにゃのやら、なにゃのなされて、なにゃのやら。夢とも、ねこれ、現実とも知れない世界の中で、虫の鳴き声と風鈴の音色に混じって歌が聞こえてくる。歌。ああ、そうだ、歌だ。この歌を俺はどこかで。なにゃどやれ、にゃるらとなされで、なにゃどやれ。まるで子猫をあやす母猫の鳴き声のように。まるで子猫を撫でる母猫の鳴き声のようにな、これ。上が違うのか、うめき声かな、知らんけど。歌は真実、子守歌となって、白川や呼ぶねの、なこれ。わからん。なにゃどやよ、なるだとなされよ。なにゃどやらを、なにゃどにゃるらと、なるらと、なにゃなにゃのにゃら、なにゃど。ねえ、なおくん、もう寝ちゃった？もう寝てるよね。
眠っちゃったよね。そしてついに夢に沈むその間際、すっと頬に花びらが触れるような、そんな淡くて暖かくてだけど儚げな感触がして、ありがとう、ナオくん。大好きだよ。ポチャンと俺の意識は夢に沈んだ。